荒川優也君からの質問に答えます。試合前のルーティンはあるかということなんですけど、ありません。試合、ルーティンを作らないことがルーティンになってます。はい。松本壮太君からの質問に答えます。毎日欠かさない練習はという質問ですけど、全部だよっていうところですね。もうドリブル、パス、シュート、ストレッチ、そして走り込み、もう全て必要だと思うので、全部やってください。アルハム君からの質問に答えます。どうしたらシュートが上手くなるのということなんですけど、シュートは、まあ、練習はもちろんですけど、感覚を大事にすることが大事なのかなと思います。シュート入ったイメージを常に持って、そのいいイメージを持って練習してください。高尾俊三郎君からの質問に答えます。好きな食べ物は何ということなんですけど、やっぱり焼肉です。お肉をたくさん食べます。畠山空さんからの質問にお答えします。どうしてバスケットを始めたのという質問ですけど、やっぱり女の子にモテたいから始めました。曽田かける君からの質問です。家の中ではどんな練習をしているの？僕は家の中では練習はしません。ちっちゃい頃から宿題もしませんでした。大迫蓮君からの質問です。お休みの日は何をしているの？お休みの日は、嫁さんと、長男と、3人で外出してます。雨の日は何もしません。友安夏君からの質問です。どうしたら背が大きくなるの？たくさん寝ましょう。僕も小学校1年生の時は前習いで一番前でしたけど、中学3年生から一気に身長が伸びたんで、今小さい子も諦めないでください。川本ひなた君からの質問です。スパイクを打とうとしたら空振ってしまう、タイミングを合わせるジャンプのコツは？これはですね、力まないことです。みんなやりがちなんですけど、ジャンプの時高く飛ぼうとして、ジャンプのタイミングが遅くなって、タイミングが合わないということが結構あるので、ジャンプの時に極力力を抜くことが大事だと思います。ぜひやってみてください。つもりゆうとくんからの質問です。アタックの腕の振りが弱い、まっすぐ力が乗らない、どうしたらいい？これはですね、高いところで、ボールを叩くイメージを持ってください。小さいとですね、遠心力がその分小さくなります。高いところで打つと、遠心力が乗って、力が乗りやすいので、高いところで打つようなイメージを持ってスパイクを打ちましょう。